オールドステートハウス、1762年に落成し、植民地時代後期から20世紀初頭まで、ニューポートのオールドステートハウスと共に、立法の場となった、ニューポートのオールドステートハウス、1741年、落成ロードアイランド植民地、ロードアイランド植民地、A。コロニー・オブ・ロードアイランド・ンド・プロビデンス、プランテーションズ、 ロードアイランド及びプロビデンスプランテーション植民地は1636年から1790年まで北アメリカ現在のアメリカ合衆国ロードアイランド州の領域に存在したイギリス領植民地である。1636年、進学者、独立した説教師及び多言語に堪能であったロジャー・ウィリアムズが ナラガンセット族の州長カノニカスから送られた土地に設立した。ウィリアムズはマサチューセッツ湾植民地から宗教的迫害を受けて逃げてきたものであり、仲間の開拓者たちと公共の事故における多数決原則と両親の自由を定めた平等主義的憲法で合意を形成した。1637年、バプテストの指導者、 アン・ハッチンソンがアクイドネック島を先住民族から購入しポカセット、現在のポーツマスに入植した。ハッチンソンと共に入植した者には、その夫、ウィリアム、ウィリアム・コディントン及びジョン・クラーク等がいた。その他の近在にも逃亡した入植者が続き、開拓地は緩い同盟を作った。しかし、彼らは、その独立に対する脅威への反応として、 共に1643年にイギリス領植民地としての認知を求めた。ロンドンの革命を呼ぶ長期議会が1644年3月に土地の特許を認めた。植民地人は知事を持つことを拒否したが、選出されたプレジデントと評議会は設定された。この植民地は当時として大変進歩的であり、魔女裁判を廃止し、債務による習慣や、 大半の極刑を廃止する法律を成立させ、さらに1652年3月18日、黒人及び白人双方の資産としての奴隷制を廃止した。1651年、ウィリアム・コディントン・ライングランドからいわゆるコディントン、委託状を設定する別の特許を取得し、コネチカット植民地やマサチューセッツ湾植民地との連邦の中で、 ロードアイランドとコナニカットの諸島の修正知事となった。これに対する抗議、公然たる反乱さらには、西岸がロンドンのオリバー・クロムウェルに送られ、1653年に当初の特許が回復された。1660年にイギリスの革命政府が転覆し、新しい国王チャールズ2世から直許を取得する必要が生じた。チャールズ2世はプロテスタントが、 圧倒的に優勢なイングランドでカトリック教会の同調者であり植民地での信教の自由の保障を認めた。1663年にはロードアイランド及びプロビデンスプランテーション植民地に選出された知事と議会を置く要請も認めた。その後の時代に多くの迫害を受けた集団がこの植民地に入り中でもクエーカー教徒やユダヤ教徒が多かった。 北、アメリカでは2番目となるシナゴーグが1763年にニューポートに建てられた。この植民地はイングランド王ジェームズ2世がイギリス領北、アメリカにおける自治植民地に王室の権威を強制しようとした時の1686年にニューイングランド自治領に吸収された。この時から奴隷制に対するものを含め多くの 進歩的法律が廃止あるいは無視されるようになった。1688年の名誉革命の後、植民地は王室直居のもとに独立を回復した。経済の基盤は農業、特に落農業であり続け、漁業も盛んだった。林業や造船業も大きな産業になった。皮肉なことに、この植民地は、 その後、奴隷貿易で栄え、カリブ海の砂糖を含めた利益の上がる三角貿易の一部として、アフリカでは植民地で上流したラム酒を売った。ロードアイランドは13植民地の中で、イギリス王室に対する忠誠を破棄した最初の植民地だったが、アメリカ合衆国憲法を批准したことでは最後になった。ロードアイランドの面積は、 1> 約1214平方マイルである。地形は山もなくほとんど平坦である。歴史家の中にはその名前がイタリア人探検家ジョバンニダ・ベラッツァーノに起源があるとする者がいる。ジョバンニダ・ベラッツァーノは付近のブロック島を発見した時にその地形がギリシャのロドス島に似ていたためにロード島と名付けたとされている。 オランダ語のロードアイランドの天下という説もある。ロジャー・ウィリアムズは、その植民地を神が彼と、その追随者にもたらしたと信じて、プロビデンスと名付けた。ウィリアムズは、ナラガンセット湾にある、他の島々にも、美徳を名前とした。例えが、ペーシャンス島、プルーデンス島、ホープ島である。ありがとうございます。